おはようございます。朝6時回りました。これから秘策を起こします。今日はついに神戸講演会当日となりました。2022年11月4日の朝を迎えました。講演当日です。秘策まだ爆睡してますが、今から起こします。秘策の起きる瞬間、これすっごいんで、ぜひ見てもらいたい。起こしますよ。秘策、秘策。朝や、はい、公園やで。はい、おはよう。公園やで。起きよう。はい、起きよう、起きよう、起きよう。はい、おはよう。おはよう。よう寝たか。はい、おはよう。おい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 。朝ストレッチ、いきなり始めます。おはよう。おはよう。おはようございます。撮ってんの？撮ってるよ。この寝起きの良さ。寝起きほんまええな。寝起きいいよ。はい、起きよう。はい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 。あ、いい天気。よし、公園。払います。うわ、はい、朝これポメロです。これで変わらないです。でも朝からこのアロマの香り最高ね。これ柑橘系、これ目覚めにめっちゃいい。元気になる。講演会の日に最高。あ、お腹すいた。もうお腹すいたんか。もう起きながら私食べるの。そんな朝早くから食べれる人もなかなか少ないんちゃう。もう起きた瞬間から、もうお腹めっちゃ空いてるし、もう今、もう今ステーキ食べれる。もう朝ごはんがもう一日のご飯の中で一番美味しいかもしれない。まあ、昨日も僕の 1.5 倍から2倍食べてました。全然。あ、普段筋トレしてて結構節制してるからね。出張の時ぐらいはもう食べない。でポメラで洗って、はい、マシュマロ。これラブ書きでいっぱいですけど、これね、あのこの間マシュマロの企画でサイン入りボトルを作るっていうの で どこの位置に頑張らんで適当でっていうのをきれいにこう配置して、何々さんへで頑張らんで適当でいい、ひさこでこのマジックの太さとか、ほらいっぱいいろいろいっぱい書いて、どこの配置が一番いいかなっていうのを一本これ無駄にしてすごいことになって、でおかげできれいなのができてね、面白い企画ができました。で変わらうでしょ。でほらね、まずこの半プッシュぐらいを先一回なじませるんですよ。なじませるんでしょう。余ったやつ。肘がね、ガサガサになるんで、今日ノスリーブ着るから。全部つけて。3分の1プッシュ。で、私ここはちょっといつも時間かけるんですよ。なじませるのにちょっと時間かけます。もうまだベタベタしてる間はつゆはつけない。なじませて飲みます。あったかい手でこうプッシュしていく。
3分の1プッシュ。これを3回ぐらいに分けて、いつも。そしたらすっごいね、すっごいしっとりするんですよ、マシュマロ。プルプル。この、なんていうの、吸い付く感じ。うん、はい OK。 さあ先にじゃあ朝ごはんが届いてるっぽいので朝ごはん食べよう。お腹すいた。はい、ではお部屋に朝ごはん持ってきてもらいました。すっぴんのままですけどもいただきます。おいしそう。見てこれ、私これ多分朝ごはん、これ14個あるらしいんですけど多分全部食べれます。それ僕のも一応2個ぐらい用意しといて、置いといてね、うん、美味しそう。いただきますいただきます。ところで今日は公演ですけども、喋ることって大体決めてるの？会場の皆さん の,、うん、がの空気感、表情、うん、年齢層、うん、男女比などをふわって会場を見て、その時に話すことを考えます。すごいな、うん、だって違うもん、そのやっぱり雰囲気で、うん、まあ行く地方によっても違うしな。違う違う、県民性みたいなのもあるし、違うしな、うん、文化が違うもんな。そう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 、だからもうその時の皆さんが求めてるものっていうのを見定めて、もう行き当たりばったりで台本なしでやるのが面白いんですよ。でも私ここ3日間とか寝てなくて、っていうのももう楽しんでもらいたくて、エンターテインメントにしたくて、うん、講演会とかセミナーっていうよりもライブにしたいの、ね、なるほど、うん、だからみんなに楽しんでもらいたくて、うん、何をやろうかな、どんなゲーム、どんなプレゼント、うん、いろいろ考えて、うん、プレゼントの準備したりとか、うん、まあまあすごい楽しかったんですけど、うん、もうそんなのずっとやってたらもうあんま寝てなくて、ここ3日間お疲れさん。久々にむっちゃ寝れた。夜泣きの対応もしてないし、昨日ちょっとお酒を飲んだしな。お酒も、ね、久しぶりに飲んで、ワイン飲んで、うんうん、爆睡できたな、はい、そう。なので今日は目覚めバッチリ、これ朝ごはんしっかり食べたらね、もうさらに元気いっぱいなんですけど、私これ足りない、多分ほんまにパンこれ全部いけますか？いや、ほんまに食べます。久々、ほんまに食べる、ほんまに食べる、これの2倍は食べれる。食べるっつったら、うん、食べれる、食べれる。でもこれ、それがね、まだね、元気の秘訣なんですよ。朝からガンガン食べれるんですよ。食べたらもうエネルギー湧いてくるんで、講演会この前に行きたいと思います。はい、いただきます、はい、ザクロのジュースだって目覚めの一杯、いただきます。あ、美味しい、これ。おお、一気飲み。いいね、朝からこの山盛りサラダ。いただきます。うん、おいしい、これ新鮮、おいしい。そうだ、もうね、起き酒からお腹がすく人なんで、うん、食べないと動き出せない、うん、とりあえず食べないと。うん、胃腸が至って健康です。どういう仕組みになってんだろうな、この起きた瞬間から食べれるって。しかも僕のだいたい 1.5 倍から2倍食べてます、いつも。もう信じられない。僕がもうお腹いっぱいになって、はっ、ゆっくりしようと思ったとっからスタートですな。うん、うんまにめちゃくちゃ食べます、うん、はい、ごちそうさまでした。14個あったんですけど、パン私11個食べましたマーコに3個だけあげた。ありがとう。3個でも食べられて幸せやけどもなんでそんな食べれんの、まあ、わけわからんわ。今ね、お腹大体6割ぐらいです。はぁ、いや、ほんまにね、ほっといたら際限なく食べれるんよ。これ調子乗ったらほんまやばいよ、私。もうブクブク太るよ。だからある程度やっぱり意識してね、ちゃんと成分かけないと、あの体型維持できなくなる、健康にも良くないんでね。ほんまにほっといたらもういくらでも食べれるね。パン11個ですよ。でも、あのエネルギー注入できたんで、さあ今からあのメイクして、あの髪の毛もしてドレス着替えて、さあ講演会に向けて気持ちをこう盛り上げていきます。パン11個分のエネルギーで講演会行かせていただきますので、 OK、 はーい、行こうぜ。もうね、この辺りで歯磨いとかないと
もう食べ続けたいんで3秒開きます。はい、ではメイクを開始します。まずピーノです。はい、これ、化粧下地も入ってるので美容液効果もあるので何もつけてないマシュマロの上からもういきなりペーナーいきます。はい、薄付きなのにカバー力もあるんですよ。でもう私何も使いません。手のひらしか使えへん。手のひらで伸ばしていきます。40過ぎてからね、このね、鼻の周りにねすごい吹き出物ができて、これマスクのせいなんかな、分からんけど、この辺に吹き出物、ニキビっていうかもう吹き出物ですよ、できて。なんとかならんのかなと思うけど、なんとかならんやろな。でね、前髪をいつも下ろしてるんで、私実はね、ファンデーションをね、もうね、おでこつけてないんですよ。おでこはもう何もしない。この辺までで終わり。前髪で隠すから、もうつけない、時短時短。はい、次エクセル、エクセル、この色とこの色、もうプチプラメイク道具しか使いません。で薄い方の色、アイホール全体を、メイクめっちゃ適当ですよ、ほんま自己流だし。今の若い人で見たら、うわダサ昭和やって言うのかもしれませんけど。で、ちょっと濃い方の大丈夫で、ね、眉毛を、まあこれはね、ブラシでやった方がいいでしょうね、きっとね、って分かってるけど、まあいいか。メイクってみんなどうしてるんだろうね。なんか雑誌とかネット、あのインスタとかでみんな研究するんですかね。みんなどういうふうに、どこからの情報でしてんのかな。目の下もギリギリのところ埋めていきます。まあ決して美容部員ではないので、いろいろそれはまずいやろっていうやり方もしてるのかもしれませんけどね、自己流で。いいじゃないですか。はい、次、はい、ビューラーでまつげを上げていきます。あのホットビューラーが欲しいな欲しいなって思いながら、いつも売り場で見てって思って帰ってきてる。で結局こんな原始的なビューラーを使ってるんですけども。はい、まつげ上げていきます。意外と私まつげが長いらしくて、これメイベリンのめっちゃふさふさなるやつ、これも今まつげってひじきまつげにならないように細く長くみたいなのがね流行ってるんですよね。ついついなんかひじきにしたくなるよね。これ昭和の人間なんでしょうねきっとね。まつげくも一回やってみたいな、やってみたいなって思いながら、まだ人生で一度もしたことがない。40代とかのまつげことだって痛いかなとか思うんですけど、でも私が尊敬してる50代のすごい綺麗な女性とかもしてはって、まつげ
それはそれですごい素敵なんで、いやありなのかなとか思いながら、どうしようかなって思いつつ、チャレンジをまだできずにいるという。いや、私下まつげがすんげえ長いらしくて、上まつげレベルらしくて、よく「えそれ自前ですか?」とかって聞かれるんですけど、いやいやいや、こんなに変わるよね、すごくない?すごいな、すごいやろ、左右で違うやろ、違う、全然違う、うん、下まつげ私やばい、めっちゃ長いねんて、上まつげレベルあるらしい。スカラとかつけてたらだいたい口開けもない、あ、はい。まぬけな顔ですよ。次アイラインケイトスーパーシャープライナーブラウンブラックかな、はい、これもスッて細くねしなあかんのですけどね、つい太く描いたらかえって目がちっちゃく見えるから、細くあのさりげなくが今っぽだよって言われるんですけどね、わかるんですけどね、不足しちゃうよね、もういいかって、それも内側の粘膜か、もっと細くが今っぽなんでしょうね、まあいい、いい、今日いい天気なんてよかったな、めっちゃいい天気やな、めっちゃ暖かいやん、なあもっとなあ寒いと思ってたけどな、全然やったな、うん、半袖でもいけそう、日中は半袖やな、これありがたい、みんなも来やすいやな、うん、子供連れてくるのに、うん、天気悪かったらやっぱ大変なんでね、うん、小春日和11月のな、うんうん、でこれこのケイトのダブルラインエクスパート極薄ブラウン、これもアイライナー、これで目の際を、これあのアイシャドウ代わりみたいな感じで、このここを薄い茶色のカラーを、分からへんぐらいだ、はい、はい、次眉毛ケイトです、まあね、ブラシでね、あのパウダーでね、こう丁寧にやるのが正解なんでしょうけどね、めんどくさいね、ペンシルでいきます。眉毛って眉毛の角度とか出来でその日の気分って変わりません？もう眉毛が左右うまいこといかへんかったら、もう一日なんか全部の、 あのモチベーションが下がるというか、パフォーマンスが落ちるというか、眉毛って重要ですよね。うまくいった日って一日なんかハッピーでなんか全部うまくいくような気がするもんね。でもこの眉頭のところをがっつり描いちゃうと、いかにも描いてますみたいになるんで、ここら辺はちょっとぼかして、ここからこっちだけで、みんなそんなん当たり前やんっていう話。オリーブブラウンかな、髪色は今ちょっとピンクオレンジ系が入ってるアッシュなんで、ちょっと眉毛の色はね、髪の毛の色とマッチしてないとまた怒られるんですね。なので、これもケイト 3D アイブロウカラー、はい、眉マスカラです。はい、次はこれ、これ、子供にチークバーンって床に落とされてバラバラになったんで、100均でこのケース買う時にこのバラバラになったチークを詰め替えてちまちまと使っております。え、若い人もっと上手なんやろな、メイクももっと研究もしてんやろな、すごいな。でも20代が似合うメイクを40代がやったらやっぱちょっと違うもんな。
ていうところで、みんな若いってって思いますけど、ほらチークが入るだけでも全然違いますよね。ね。で、これはシェーディング。でもケイト、ケイトです。シェーディング。で、ここ。ここと。で最後は無印のブレストパウダーハニーベージュ。最初の全然違うメイク前と全然違う。すごいな化粧って。化粧すごいな、もう人を変えるやん。でこれリップモンスターケイト、これ人気でなかなか買えないんですけどね。今日はパンプキンワインとダークフィグ2種類持ってきましたが、どっちにしようかな、どっちにしようかな。ドレスのカラーから言うと、混ぜよう2種類混ぜちゃおう。リップ代わりにリップクリーム混ぜる、混ぜる保湿パンプキンホワイトダークフィン2種類混ぜちゃいます。リップモンスターめちゃめちゃバズりましたよね。未だになんかあんまり見てなくて、いつも見つけたらうわあるってなるんですけど、取れにくい、マスクの下に取れにくいですね。めちゃくちゃバズりましたよね。舞台だからもうちょっと派手なメイクした方が良かったかな。いつも通りのメイクですね。いいんかなこの。で鼻からこの唇のこの距離をちょっと短くした方が可愛いんで、上唇をちょっと若干大きめに描きます。はい、これでいつも通りのメイクは終了なんですけども、講演会だしな、どうなんだろうね。もうちょっと派手にした方がいいかな。これで十分ええと思うよ。その日常通りですよね。いつも通りですよね。フィットネスの大会ちゃうねんから。いいかな。いいよ。よし、いいかな。はい、オッケー。でもね、イヤリングはこれなんですよ。かわいいでしょ、これ。かわいくないですか。これ一目惚れで買ったんですけど、もうイヤリングが大好きすぎて、これなんですよ。ってなると、ちょっとイヤリングを引き立てようと思ったら、横に紙があるよりも。ない方がいいのかな。どうでしょう。後ろで編み上げたらどう。編み込んじゃうかな、うん、まあ、ちょっと考えながら、じゃあ編みましょうか。どんなんでしょうか。まあ、いや、とりあえずちょっとやってみましょう。本日の衣装です。かわいい。はい、ノースリーブで肩をしっかり出していこうと思います。はい、では着替えていきます。いくぞー、トゥー、ふい。はい、着替えました。本日の衣装です。おしゃれやおしゃれ、うん、うん、いいね、はい、じゃあここから髪型やね。
ごい器用やな。アートや。出来上がり？どうでしょう。素晴らしい。イヤリングはちょっとゴールド系なので、バングルもゴールドで決めたいと思います。ゴールドね。かわいいよ。大きいの似合うな。ほい。完成。決まり。開演まであと3時間半ほどになりました。さあ、コーヒー飲もうか。公演前に食べていかん。食べていくの？それ頑張った。プレゼントで買ったんじゃないの？いや、もう前祝い。前祝いやる？モンブラン。モンブラン。これ2個買ったから、じゃあ。それ僕とのやろ？僕と。前祝い、ケーキ漬け、頑張っといてね、モンブラン。で、ね、今日お疲れ様でした、よく喋りました、よく頑張りました、今日終わってからのモンブラン。なら、ビフォーアフター。なるほど、そういうことや。2つ買ってくれたから僕のんと2人で食べれよ。ビフォーアフター。サコサコアンドサコ。マークないのは寂しいけど、まあいいよ。よかったね。ん？ん？どうした？クレープの皮みたいに見えやん、うん、これがモンブラン、うん、これが栗、ほう、うん、美味しい。ビフォー注入しています。さあ、これ食べて喋りまくるね。はい、というわけですね、神戸、はい、全然寒くないです。ノースリーブで、全然、ほんまに、なん沖縄みたいな。沖縄みたい。11月ですけど、うん、はい。美味しい。半分もらえる？ああ。今日は食べまくるけど、明日沖縄帰ったら、こんなことしてたらほんまにどんどん太るんで、気が向いたらマークに周りで一緒に食べようかなと思ったけど、甘いの好きじゃないろ、はい、でも味わからへん人にあげてさ、もったいなくない？こんな高いやつ、これぐらいとか知ってる？これ1個600円ぐらいする。でも味わからへん人にあげる、もったいない。その味が分かる人が食べた方がいいでしょ。その方が喜ばれる。行こう、アフター。はい、アフターまで、さよなら。アフター、バイバイ、後でね、またね。注入されていきます。エネルギーがガンガン注入中です。こんなこんな可愛い格好して、こんなおっさんみたいな食べ方したらあかんよ。お上品食べる。上品にいっぺん食べてみて。手で食べてる時点にあかんか。あ、そっか。いやいやいや、あいちゃった。三頭筋ポップ、いくで。さあ、では出発します。